こちら先ほど言った、まあ、陽性確認した方もしくは疑いの方ですねがいた場合にお部屋に入るときにどういう防護具を着るかということです。先ほど言ったように本人に全く症状がない場合ですね、お互いマスクをつけていれば十分です。ただ本人がかなり咳をしているような状況もあるかと思います。発熱もある、それかも、まあ、咳もしているというところでは防護具を着るのが大事かと思います。でまず防護具を着る前に手指消毒をすることが大事です。はい、手指消毒してください、はい、で着るときは脱ぐときは順番が大事になるんですけど、着るときはそれほど大事ではないです。とにかく着てもらうのが大事なんですけど、はい、まずはこちらもうすでに一式になっているものになります。コロナセットというふうに書かれてますかね。でもうマスクは着用しているので、こちらを、マスクはこちらのものに変えていただくのが必要はなく、こちらで着ているマスクを着用してもらっていいです。それから次にガウンを着ましょうか。はい、はい、ガウンの方を着用していただきます。ここ見せていただきます。そうですね、咳にしててこう体を起こしてあげたりとか、こうお世話が必要な時ですね。本当にガウンが必要となるのはそれを想定してます。自分で身の回りのことができる、それからまあ多少の咳っていう場合はガウンは必要ではありません。じゃあ本当に着るときはどのような形でもいいので着ていただければと思います。はい、言われていただきますね。はい、これで大丈夫です。シールドですね。今回の新型コロナウイルスは目の粘膜から感染します。ですね、フェイスシールド、まあ、フェイスシールドがない場合はゴーグルでも構わないんですけど、目を覆うということが大事になります。はい、こちらをお渡しして、あ、逆ですね、はい、そうです、はい、このような、まあ、いろんなさまざまなそれぞれの施設でご用意されているのも違うんですけど、とにかく 目さえ保護できればいいかと思います。で最後ですね、はい、必ず消毒をしてからになりますが、手袋、手袋を着用していただきます。繰り返しますが、手の消毒をしてから手袋となります。でその他ね、こちらシャワーキャップも用意されてるんですけれど、本人がマスクできて、中でマスクがで着用できる状態はあまりこ のシャワーキャップとは必要ないです。はい、この格好で、こちらの格好でよろしいかと思います。じゃあ中に入ります。はい、先ほど着た状況ですけど、大事なのはすいません、こちら手袋を上からかぶせてほしいんです。はい、はい、上からかぶせることですね。なるべく出ないようにしてもらったらいいかと思います。反対側も同じですかね。はい、この状態になります。はい、でこちらが隔離しているお部屋になりますけど、ドアは常に閉めていただいておくってことが大事です。はい、それでこの、まあ、そのお世話が終わりましたということで、外に出ますよっていう時に一番の基本は、こちらのお部屋で使ったものはお部屋で捨てていくってことですね。マスク以外お部屋で捨てていくことになります。その順番は今回大事です。一応順番はまず手袋を、まあ、脱ぐんですけど、その手袋脱ぐ時もここにウイルスがついているので、まずはアルコールで手袋を消毒してもらってから、よくまんべんなく消毒してもらってから脱ぐ方が安心かと思います。でまあ、取るときそれでもできる限り、はい、外を触らずにですね、はい、でこっちで、あ、素晴らしいですね、はい、
ってゴミ箱に捨てていただきます。できれば本当はねゴミ箱足踏みがあるといいのかなと思います。はい、でまたこの段階で手指消毒になります。はい、でガウンもその外側がやはり汚染されているので、まあ、今またその後手指消毒しますが外はできるだけ触らないようにですね、はい、脱いでいただきます。切っちゃってもいいです。難しかったら、ね、脱ぐのここどうしても難しかったら切っちゃっていいと思います。くるくるくると、はい、素晴らしいです。今な外は触ってないですね。これ内側になってます。はい、でゴミ箱に捨てていただきます。はい、でその後しつこいんですけど万が一ウイルスがついてたら困るので塩毒も塩毒はね申し訳ないけど何度やっていただいても大丈夫です。はい、フェイスシールドを外してください。でフェイスシールドをもしかすると何度か使いたいっていうことがあるかと思うんですね。その場合はこうアルコールのこうワイプというか一人でこう拭いていただいてですね内側も拭いていただいて、まあ、ビニール袋に入れて外で保管するということも可能です。でこれまあビニール袋にですねこのフェイスシールド保管しますということで、まあ、こういうビニール袋に入れてこれ他のもの入ってるんですけどそれだけの専用のものもビニール袋に入れていただいて、はい、この状態で外に出ます。大事なのはマスクは外さないということですね。はい、はい、で、はい、外に出ますね。はい、大事なのはただ外に出た時ドアはもちろん閉めるんですけど手指消毒を最後に出てからもう一度していただくことが大事となります。